で欲が深くうぬぼれが強い。これ来たね、来ましたねこれね。欲が深くうぬぼれが強い。これね、欲っつったらすごい、もうどこまでもどこまでも深いですよね、欲はね、うん、まあ何を言ったらいいのかな。まず服装がブランドもう何ていうのかな、もう自分の給料をはたいてもお金がなくなってもその新作の服を買った買うね。あと車も軽自動車でいいのをね、外車買ってみたりとか、自分のその生活で今不安定なのにね、こう荷を張るっていうか、欲しかった、なぜ欲しい。それがまあ冗談で話してる時はね、冗談で通る冗談ではね、だけどそれを実行に移して物を手に入れたり何かすると、それはね、欲が深くうぬぼれが強い。自分はそういうような人間だと思っね、そういう何て言うかな、高価なね、ロレックスの時して高価なね、あのアクセサリー、まあそれは趣味でやって自分のお小遣いの範囲内ならいいかもしれないですよ。というかそれが例えばね、もっともっとお金が欲しいと、もっともっともういろんなものがもう欲しくてね、自分はそれを身につけるにはもうこうね、身につけるに値するようなね、例えば何にもに似てもいない芸能人に似てるとか、うん、ね、うん、例えばもう本当に何ていうのかな、俺はそういうやつにはね必ずこうやって試すんですよ。いやお前いい男だよなって、もう着るものも似合うし、ね、身なりもすごいし、もうすごいなってお前大したもんだな、大した男だなって褒めるんですよ。わざとそうやって人を見るのにね、わざとに言うんですよ。そうやってね、そしたらそれだけ褒めてね、芸能人で言えばね、お前はあれかなって、木村拓哉に似てるかなって、全然似てないんだけどね、うん、似てないんだけど、キムタク似だねとかって言ったら、もうその気になって、俺はキムタクに似てるんだな、そういう気になって、そしてね、そいつが返しの言葉あるじゃないですか、それだけ褒めてやってもこうやって言うんですよ。お前は見るからに豚でね、ハートって、あの北斗の拳のハートで、でここにあの豚のあの何ていうの、鼻をつけてみてとかって、八戒だとか、お前はね歩くチャーシューだとか八戒だとか、もう見にくいからお前あれだよねって、もう何ていうの、ファッションセンスもないしね、お前らガサいよねとかって散々褒めた後にその開始ですからね、うん、ね、そういうようなことを言ってくる。うぬぼれだよね、欲が深くてね、うん、これはもう地獄への道、地獄の道これだけどね、先々の迷いや不安が多い、不安が多い、先々の迷いや不安が多い、これ優柔不断だよね、要は、うん、もう優柔不断、もう要するにもうね、迷うんだよ、こうもう決められないの何でも。例えばね、ラーメン屋に行って醤油味噌、うんうん、塩を頼むのにね、みんな食い終わってるのにね、まだ悩んでるとかね、うん、例えばね、それも不安になっちゃってね、そういう、そういうことしてるうちにもうそこの店に置いていかれちゃう、不安になってるんでしょうね。でこれ以上食べたら自分が太るんじゃないかっつってね、一食二食抜いた具合にして、例えばね、お前みたいになりたくないとかって言ってね、言うんだけどね、例えばなんですよ、うん、だからこのね、先々の迷いや不安が多い、
これね、宮司様ともいろいろ話したんだけど、この辺に関してはね、やっぱりね、多いですねって、これのほとんど当てはまる人が、これ全部当てはまる人がいますよねって話、この間話してたんですよ。だからそういう人っていうのはやっぱり人の間に入れないし、まあ人も裏切るしね、まして人の期待には応えられない、だから自分が、なんていうのかな、人のために何かをしたい、何かこう、なんていうのかな、人のためにお役に立ちたいとか、ね、この人生、あともう残り少ないから、なんとか若い人たちのために何かをしてあげたいなっていう気持ちと、ね、同じ年、まあ年とか同じ近い年の人でも、俺ぐらいの年の人でも、全く違う考えする人いますよね。お金が持ったら、まあ、いい車買って、いい生活して、ね。うん。そういうふうなものに走る人もいると。うん。それの生き方の違い、まあ、価値観の違いなんだろうけども、だけどうちらのこのプロジェクトってのはみんなね、心を一つにしてね、一つの未来に向かってね、明るい未来、そして、ね。若い人たちの希望、ね、年取った人たちの安らぎ、いろんなものだよね。安心できるような、例えば世の中が迎えられるように、未来が迎えられるようにとかっていうような決断のもとで集まってきてるから。その時に、例えば、ね、うぬぼれ、ね、すぐ腹立てる、ね、本当やる気がない。不平不満を言う。ね。陰口を叩く。暴飲暴食。これをね、これは気をつけましょう。ね。人に頼りすぎる利己的に気持ち分かって、欲が深い、うぬぼれが強い。ね。うん、この辺まとめていっても、みんなが気をつけなきゃならない。これを、やっちゃいけないっていうような一つのこの悪い例としてね、考えてって、一つでもないようにね。これで宮司さんが単位を送ってくれた。そう、うちの玄武のね、そして明神の古川宮司様がこれを見てくださいと、タイムリーでね、こういうものがありましたと、こういうものを基準にみんなに解いたらどうでしょうかと。本当はね、ここに今ちょっと宮司様ちょっとね、修行とかいろんなものがある、修行があったり、自分を高めるのに滝打たれとかいろんなものがあるんですよ。忙しい方だから、うんうん、ここに いていただけないんだけど、本当はいて、この説明してくれればもっともっと力強いものになったと思うんですよ。私事が言うよりもずっと厳しいものになっただろうし、うん、これをね、皆さんね、一つ一つないように、多分これはこういうものは光の民アウトですよ、多分。うん、欲深くうぬぼれが強い、利己的自分勝手ね、人が作業してる時に横でピコピコ、前なんだ、あのメールやったりなんだよって、そういう人多いですよね。今仕事してる時でも返事もしないで、こうピコ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 って、この中言ったの覚えてるって言ったら、はぁって、うん、そして一生懸命やってる人たちに腹の立てる言い方するじゃないですか。そういうやつって自分勝手だからね。そういうことないようにしないと。こういうことをやったら嫌われるってことですよ。友達も何もいなくなるってこと。みんなこういうことを我慢してるんですよ、周りの人も多分。こういう人がいればね。こういう人は何も気がつかないでこういうことを平気でやるんですよ。だけど周りの人は、ね。あんまり面白くないですよね。フェアじゃないですもん。お付き合いするのに、平等じゃないですもん、こういうことやられたら。はっきり言うと。お付き合いするとみんな平等でなきゃ、不平不満は言わない。まあ、
愚痴は言うかもしれない。こんなやる気がなく無責任じゃないよね。やる気がなくても話し合って責任を持って仕事する。まあ緩く言ってもそうですね。時間も金も無駄遣いってことはね。まあ時間はちょっと失敗したけどね、お金財布閉めて無駄遣いしないようにしようとか、まあ生活の中でこれ全部が当てはまるとは限らないしね。陰口が好きで仲良くできない、陰口常に人の悪口ね、このね、あいつはどうだこうだって聞く方になってみたら、もうはっきり言ってもう嫌な感じする。この愚痴と悪口は違うからね。愚痴っていうのは、いやーって俺も、ね、例えばね、彼女とデートの約束してね、来ないけどもう俺嫌われたんだろうかな、どうしたら何のこんな時間遅れてっていう言うものと違って、悪口っていうのはあいつはB のくせになんだかとかね、うん、まあ極端に言えばね、それぐらいの違いがあるから、暴飲暴食もないのね、すぐ腹立って人に迷惑かけた人に頼りすぎてすぐくじける、うん、全くやる気ないってことですよね、うん、だからもう未来に対してのこうあれもないってことですよ。プラスのあれもね、こういうものを全てこう、まあ、全てじゃない、一つ二つはみんな人間だからありますけど、一つでも少なくなるように、そして光の民からメッセージを受け取るように。今もこの部屋はもう光の民でいっぱいです。なぜかというと暑い、ね、そういうことで今日はこの辺で長々とどうもすいませんでした。心の叫びをよろしくお願いします。